令和4年9月15日、阿蘇市長を表敬訪問した石田選手にインタビューに答えていただきました。阿蘇の帰省は何年ぶりになりますか？2年ぶりになりますね、はい。久しぶりの阿蘇はいかがですか？そうですね、やっぱり、食べ物もそうですし、環境もやっぱ自分に合っているなと思うのと、とても懐かしいなっていうふうに感じます、はい。阿蘇っていうのは過ごしやすいですか？そうですね、阿蘇やっぱ過ごしやすいですね。やっぱ水を買う習慣がそもそもなかったじゃないですか、阿蘇にいると。だからそこは一番向こうに、海外もそうですけど、はい、行ってびっくりするところかなっていうふうに思います。どんな子供時代を阿蘇で過ごされましたか？そうですね、結構やんちゃな方だったとは思います、はい。思い出だったりありますか、小中学校の？そうですね、休み時間だったり、毎回外に出て、友達と鬼ごっこだったり、とにかく外で遊ぶみたいな感じで、ギリギリ授業ギリギリになって帰ってくるみたいな、やんちゃな生徒だったと思います、はい。中学校になってから本格的に始めて、それまではお父さんと兄貴はずっと小学校からやってたので、はい、それにちょっと参加する程度だったんですけど、中学校からラグビースクールの方に本格的に入って、ラグビーするようになりましたね、はい。相撲もされてそうですね、中学校の時は本当、ラグビーメインはラグビーだったんですけど、土日とか平日は、することないんで、いろんな部活転々としてて、はい、最初陸上とか入ってて。いや普通に走る方の、陸上やってて、その後相撲だったり、野球は遊びでやってるんですけど、はい、だったりサッカーだったり、いろんな部活を転々として、助っ人で入れてもらってたりしましたね、はい。そこからのキャリアを教えていただけますか？そうですね、そこから、ラグビースクールで始めて、中学3年生の時に全国大会の方に出場させてもらって、でそこから九州学院の、お父さんも兄貴もそうですけど、みんな高校九州学院に進学して、そこでまた3年間ラグビー部に入ってプレーして、高校1年生の時に兄貴が3年生でキャプテンで、自分が1年生で花園全国大会にその年に出場して、そこでもレギュラーで出場することができました。お父様も嬉しいですよね、息子さんたちが。そうですね、はい。まさかここまでね、なるとは思ってないね、っていうところで、自分の最終目標はね、自分が花園に行った、それ以来九州学院が行ってなかったんで、もうその兄弟が一緒になるときに、九州学院もう一度花園にっていう思いでやってたんでですね、それが達成できて、あとはもう自分たちの力で、ここまで、頑張って上がっていったんですね。でその後は、日体大の方に進学して、大学4年間、はい、ラグビー漬けの毎日っていう感じ でその後は NTT コミュニケーションズに就職しまして、はい。で1年目は15人制の方で、はい、試合に出て、その後2年目からセブンズの方に、はい、変更したって感じですね、はい。7人制ラグビーの特徴だったりを、教えていただいてもいいですか？はい、ですね、まず人数が違うっていうところが一番大きな違いかなっていうふうに思ってまして、15人制と7人制、人数がそもそも違って、だけどグラウンドの大きさっていうのは15人制も7人制も同じで、同じ広さなんですけど、その人数が違うことによって、やっぱりスピードだったり、ボールの展開だって勝負の速さっていうのは多分全然変わってくるところかなっていうふうに思います。そんなフィールドの中で石田さんのプレーの特徴といいますか、売りっていうのは何ですか？そうですね、見て分かるように そんな大きくないんですけど、15人制の人たちより、やっぱりスピードだったり、ステップだったり、そういうところは自分の特徴かなっていうふうに思うので、人数が少ない分スペースは結構広いので、そういうスペースに向かって走ったりステップ切って、
抜いてトライを取りに行くっていうところは特徴かなというふうに思います。もともとサッカーやってて、はい、なのでセブンズでもキック蹴ったりするんですけど、はい、ゴールキックだったりキックオフっていって最初の始まるキック蹴るんですけど、まあ、そういったところも自分もできるので、はい、ワールドシリーズでもゴールキック蹴ってたりしますし、はい、キックは得意な方だと思います。はい、いかがでしたか、その自分が日本代表に選ばれた時の気持ちと言いますか。やっぱりこの洋服だったりいろいろ支給されるんですけど、やっぱそれをもらった時は、あ、代表になれたんだなっていうふうに、まあ、とても嬉しく思いましたし、まあ、試合でもそうですけど、はい、とてもちょっと緊張はしたんですけど、はい、代表のために頑張ろうっていうふうに思ってプレーしてました。はい、そうですね、やっぱり外国人選手と戦うのも初めてだったし、まあ、身長だったり、まあ、体格の違いがあって、やっぱ最初は圧倒された部分もあったんですけど、まあ、その人たちにどう追いつこうかとか、まあ、どうやって戦っていくかっていうところを自分で模索しながら、まあ、そこで自分なりに成長できて、まあ、それが最後の方では結果にどんどんつながっていったりトライにつながっていったので、自分としてはとても成長できるいいシーズンだったかなというふうに思います。はい、まあ、そうですね、やっぱり今 SNS とかでやっぱりいろんな人が自分の試合を見てくれて、まあ、海外だと時差があったりして、日本だと夜中になってるんですけど試合の時間帯が、でもそれでも見てくれてるファンの方はいて、しっかりそこを、まあ、写真にテレビ上で写真撮ってあげてくれたりしてて、まあ、そういうところでとても力になってるかなって思ってます。はい、やっぱりその地元の応援って自分の支えになってますか。うんうん、そうですね、とても力になってますね。はい、そうですね、やっぱラグビーはやっぱつながり、まあ、ラグビー15人でやる多いメンバーで、まあ、試合もしますし、まあ、7人制もやっぱり少ないですけど、あの広さをやっぱり一人一人で守るんじゃなくて、やっぱり周りとつながりながら、まあ、ディフェンスだったりアタックしていかなきゃいけないので、まあ、そこのラグビーのつながりの強さとか、まあ、そういうところはとても魅力かなというふうに思います。今 NTT シャイニングアークスっていう前の元のチームと NTT ドコモレッドハリケーンズっていうチームが合併して、浦安 D ロックスっていう新しいチームで、はい、編成になって、そこでプレーしていくことになるかなと思います。短期の目標としては、オリンピックが2年後に開催されるので、まあ、そこのオリンピックに出場するっていうところが一番の今の目標かなというふうに思うので、はい、オリンピックに向けて、はい、一回しっかりいい準備して頑張っていきたいなというふうに思ってます。はい、まあ、今コロナで大変な時期だとは思いますけど、まあ、今できることもたくさんあるし、自分で考えて行動すればいろんなことできると思うので、まあ、それをいろんなことチャレンジして、まあ、楽しむ、それが多分一番大事なことだと今の子どもたちは思うので、しっかり楽しんでいろんなスポーツやっていけてもらえたら嬉しいかなと思います。自分もここで育って、やっぱり阿蘇のために頑張りたいっていうふうに思うので、まあ、これからも皆さんの、トップに立って阿蘇を牽引できるように、はい、頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。